これからの新しい幕開けに皆さんのお力強いを賜りたいというふうに思います。今日およそ10年8ヶ月ぶりに営業を再開させたのは浪江町にある双葉自動車学校です。福島第一原発から北西およそ10キロにある双葉自動車学校は原発事故後休業を余儀なくされました。社長の長沼さんは休業の間も従業員の雇用を継続しながら町民がふるさとに戻ってこられる環境を整えようと自動車学校再開に向けた準備を進めてきました。そして今年2月には新たな教習車が納車されました。新しい教習車がやってきましたけれどもいかがですか。そうですね、待ちに待った日が来たというか、これから新しいステージに向かってですね、頑張っていこうという気持ちでいっぱいです。感無量です。再開に向け従業員たちは車の知識を学び直し運転・指導技術を確認し合ってきました。そして今日震災前の従業員とともに浪江町で再開した双葉自動車学校。この地域でのこの自動車学校の再開が今後どうなっていくかというふうなことについてはまだまだ未知数のところがございますが、皆様の交通安全の一助になればそれだけでも我々は大きな意義があったんでなかろうかなというようなことで、今後はフォークリフトなどの運転資格が取得できる産業機械講習所も開所する予定です。